おはようございます。チラッと回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。どうもモンバット界の星町彗星です。多分ね、怒られるって言われますよ。ですね、ちょっと別のゲームの話なんですけど、ぷよぷよテトリス2がね、12月ぐらいに発売されることが決定しました。はい。それを知った友人がね、ティラ買うんだろうみたいな話をされまして、はい。まあね、買うんだよと。もちろん買うよって。お前らで勝てるアイデンティティだからって。そうそう。でもね、どうせ煽るんだろうって、煽るわけないじゃん。普段の僕のね、言動を見ていただければわかると思うんですけど、まあ、で、全然ね、友人たちにぷよぷよテトリス2でね、勝ってね、僕がマウント取るなんてね、思ったことがありません。あいはい、というわけで今回からレジェンドクエスト7やっていきたいと思います。まああとね、残すは3つになりましたね。1からやってきましたけどもね、初見はもうあと3つという形になりました。この7っていうのはね、どうなんでしょう、今までみたいに5や6でね、よく鳥になってた。消える飛行機雲とともに私鳥になってたんですけど、7はちょっといろいろとね、楽しみではあります。まあ7は正直ね、僕が初めにやったドラゴンクエストなんですよ。実は7やった後に3とかやってたりしたんで、まあ結構思い入れのある作品になりますね。では7やっていきましょう。さあ、どんな感じだ、レジェンドガイナンス。無心攻撃が一切放ってんな。ちょっと待って、きつくないこれ。なんか、レジェンドクエスト1をそのまま難易度高く隠したみたいな感じだな。ちょっと待って、天使の歌はともかく、きつくねこれ。世界に一つだけの島。なにこれ、びっくりした。よく今アドリブでフィッシュベルから歩いていく。もうなんか島あるけど、見て地図に島あるよ。一つしかないところが今島周りあるけどっていうツッコミダメですよね。アリスが不思議な遺跡を見つける。平和に暮らす軌道上の危険を持つ世界を救う鍵は不思議な世界の、さあレジェンドクエストのスタートだ。大丈夫か、ここどこ、ウッドパルナから始まるのか。今回ね、セブンの使えるスペシャルカードが稲妻雷光山、精霊の紋章ともね、癖のあるスペシャルカードなんですよ。それに適応したっていうのがね、意外とこれが刺さります。龍神王の装備ですね。はい、お供はスライムタワーとドローヌーバでございます。なかなか見ないやつが出たって。いや、この7の BGM 好きっすね。お、HP 低く、2043。さあ、まずはね、これですよ。全部これ他のタブになんもねえやん。4つしかねえ、わかりやすいぜ。まずはこいつだ。おーい、今見ちゃった。まずはこちら行きましょう。DLC じゃない。今回はキーファーターに返す。行くぜー。これです。稲妻雷光弾。この今回使えるスペシャルカードって癖があって、要は、何これ、スライム3体だって。いや、スライム3体。単純明快かつ強そうなん来たな。これあれだろ。ちょっと待って、これ。あれか。マチルダと出会う前のあれ。あれだよな、これ。もう始める初期の戦闘だよな。全体攻撃。精霊の紋章、稲妻雷光山とも、全体攻撃と相性がいいわけですよ。炎で弱点取っていく。稲妻雷光山、オッケー。この追加攻撃が発生するんですよね。なんで全体と相性がいいんですけど、まあ、今回はね、このパーティー、実はですね、全体攻撃しかありません。避けられすぎ。避けられすぎよ、それは。ちょっと待って。それは避けられすぎ。全体攻撃しかないんですよ、このチーム、実は。ドロヌーバーやったら余計なんで、ね。つまり、精霊の申し合い、稲妻雷光山を、ま、一番活かせるパーティーですよね。さあ、ウルトラフッシュ、これも全体攻撃。全部だもんね。はい。いや、めっちゃ受けんね、君たち。15%。回避率15%やるな。つまり、もう会心の撃を狙うことができないんですよ。全体攻撃しかないから。魔王には相性が悪いですよね。どっちかといえば。魔王系統に非常に相性が悪いパーティーになってます。てか、すげえ避けられたじゃん。さあ、火炎撃でとりあえず弱点取っても、はい、ナイス、それは強い。やっぱ炎強え。炎攻撃弱点だからね、お前。まあ、スライム3体ならね。まあ、スライム強いモンスターではありますよ。それが3体になってる。
すげえな、敵でしかできねえなこれ。そのうちなんか何もっとすごいやつが3体出てきてもおかしくねえかな。いくぜ、ドロドロビーム、はい、口からドーン。あ、めっちゃ避けねえ、避けられすぎじゃないかい。 15% さあ、ここでスライムシャワーいくぜ。いくぜ、スライムの雨が降ってくる。おいおいおい、これはかわいい。さあ一気にいこう。大丈夫大丈夫、さすがにスラストライクの痛恨が420-440ぐらいとして、それを3回くらいでも大丈夫やわ。ミラクルハッシュしてくんな。まあまあでも大丈夫でしょ、ミラクルハッシュしたところでですよ。あ、その前にここで行くぜ、緑癒しの身のかせウルトラファーストーン、オッケー。それ再現度高えなこのパーティー。悲しき死闘、誰のか分からへん。結構死闘多すぎて分からへん。お、どこ？あ、意外とそんなとこない。なんか今までなんかさ、めちゃくちゃ飛んでたりさ、あの一章あたりがパターンの選手たちがさ、省略されたりしてたのにさ、そんなに飛ばないんだね。島に忍びの危機を解決って、え、今なんか右になんかやばいの見えた。ねえ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 、今右にやばいの見えた。今右にやばいの見えた。まあ、一応ですね、SP カードに左右されないチームも一応何個か作ってはあります。はい。まあね、一応何が来ても大丈夫なようにっていう感じですよね。レジェンクス本当は何来るかわかんねえからな。油断できねえからな。とりあえず盤石の体制を整えるのが大事だと思います。まあ、東の塔といえば初めてのね、ボスモンスターが出てくる場所ではありますが、いや、ちょっと待て、いや、ちょっと待て、なんかそれは、ちょっと待て、あのね、突っ込みどころが今あって、あのね、真ん中にいるのが、実はナイトリッチっていう、ナイトリッチがこの作品から出てるんですよ、7から。ま、あの、多分マチルダだとは思うんすよ。思うんですけど、ちょっと待て。ゴーレムは2体ない。ちょっと待て。ゴーレムは2体ないと思うよ。東の塔に。俺違うと思う。あのね、ナイトリッチはわかる。まあ、マチルダだろ、お前。マチルダの関係でいるのはわかる。あの、もう1体さ、東の塔にボスいなかったっけっていうね。そのボスを差し置いてゴーレムがね、もう一匹増用するとは何事か。いや、マチルダさんですね、あなたもしかして。マチルダさん急に戦い始めましたよ。マチルダさん戦うんすか、このゲーム。このゲームのマチルダ戦うんやけど。イベセンちゃったっけ、木の人形も行けたら終わりやん。逃げるか木の人形でええやんか。なんで2体ほんのゴーレム。なんでゴーレム2体ほんのこのゲーム。ちょっとね、ちょっとそれは原作再現の低いよ。ちょっと原作再現、原作再現度ちょっと低いぞ。精霊紋章、とりあえず出しとくではあると思うんですよ。バギーまで出ればね、ベホイミ出てもまあ十分耐えれる。さあ、ここでね、回転アタックナイス、いいよ、回転アタックいいよ、いいよ、まあ、回転アタックで弱点取ってるのもあって、 OK、 いいね。精霊の紋章は120の固定ダメージですね。これ結構でかいんだよね。お、いいね、まあどっちもいい、どっちもいい、これ出しとく、出しとく、いいよ。バギーまでベホイミよかった、今のは。まあ大丈夫大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。向こうに勇気の応募はないんで、レジェンドクエストの使用上ね、ゆっくり耐えながら戦うのもね、十分選択に入ります。ナイスガード、いいね。賢者ね、とりあえず性能の盾は本当に刺さってんな。さあ、振り回す、鉄球を振り回して突き進む。精霊の申しはちょっと死にますか。まあ十分でしょ、360で十分でしょ、十分十分。さあ、ドルマン。もう待ち受け要素ゼロよ、お前。ちょっと待って。お前ちょっと待ち受け要素ゼロよ、正直。若干待ち受け要素ゼロになってんだけど。ただのナイトリッチじゃねえか、これじゃ。まあ、結構食らうな。まだいい。まだ様子見ていい。まだこんなに仕留めきれない。ゆっくりゆっくりゆっくり。確実にいけ。いや、怖え。基本的に打撃ボルブルか賢者だもんな。いや、これの方が嫌なんだよな。あ、危ねえ、怖え、一瞬痛恨かと思った。まあ、天使の歌っていう、今回はね、天使の歌も使えるんで、それも選択に入ってくるんですよね。やられる寸前に使えばね、耐えることもできますんで。まあ、とりあえずこのターンもベホイミします。ちょっと様子見ます。次のターンにバギマの圏内には抑えてると思うんで、これでバギマで終わりかな、多分。うん。二人がね、この人型二人がね、よう頑張ってくれますわ。オッケー、ナイス、全弾当てる。いいよいいよ。大丈夫大丈夫。次のターンでバギーまで仕留めるから、大丈夫。まあ、1200あれば削られないべ。でも1200ぐらいだよね、今度。おー、ナイス、ボルブル。
オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫だ、任せろ。あとはもうヌシのバギーまでね、ゲームです。ゴーレムが弱点取ってるんでゲームですね、これで。おっと、ナイトイズ急に走り出す。マチルダ急に走り出した。なんでだよ。おめえそんなキャラじゃねえだろ、原作。昨日人形見せれば終わってたろ。おっと、敵王子が急に、ね、賢者は。ちょっと賢者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 。賢者は、あれ賢者さん。ま、決まるな。賢者さんを差し置いて、お前ら。うちのバグまでね、お前ら。あれ、見てられないってか。昨日人形やるよ。カラクリヘーダー内周早いよ。だいぶ飛んだ。突然として飛んだな。ちょっといろいろあったでしょ。いろいろあったでしょ、あなた。いろいろ、ちょっと、もう広がってゆく世界じゃないよ。カラクリヘーって、カラッペちゃんのことですか。うわ、もう、ここで急に飛ばすか。じゃあ、マジでなくなりなかったじゃん。一応まあ作ってきてるパーティーには今回の SP のこと考えて全体攻撃多めです。というかこれも全体攻撃しかありません。全体攻撃のね、連打するしかないんですよね、SP の使用上。今回ね、ついにね、来ました、キャットフライ。動画でなかなか出てなかったんじゃないかな、キャットフライ。まあ略してキャッちゃん、よろしくね。さあ、今回初出勤のキャットフライことキャッちゃん。ね、ストーリーで組むことで、この猫だね、声というね、まあ分かってたよ。まあ原作再現度はあるね。プロトキラー3体。プロトキラー3体。雑なんだよな。猫なで声に変わります。優しいなで声。どうかな、はい、はい、来ました、これだよね、猫なで声。これが強い。猫なで声っていうのは全体攻撃の特技なんですけど、特技の木のぼろにするって、このプロトキラーカラクリ兵だと思うんですけど、まあ、相手の仕様としては、まあ、カラクリ兵でしょうけど、プロトキラーっていうのは呪いに弱いんですよ。まさかの刺さったね。刺さる刺さる。もともとプロトキラーが呪いに弱いから、刺さること刺さること。すいません。まさか。まさかお前行動ヌール。ちょっと待って、これやばくね、あれこれやばくね、決めた方がいい、早めの方がいい。待って、カラクリ兵だから技変わってんのか、多分。イズコスキーファー、ここはね、ここはお前しかない。プロトキラーの弱点っていうのは属性で言うと雷しかありません。なんでここはね、稲妻雷光山追加ダメージを狙うしかないですね。なるほどね、これは発生しません。てか、自己フラッシュ全然効かねえんだけど。ちょっと待って、硬すぎない？プロトキラーでもそんな硬くないよ。プロトキラーでもこんな硬くないでしょ。やべえ、全体攻撃を完全にメタってきてる。猫なで声で呪いしちゃえば同じことよ。甘い声で歌い出す。あ、これダメだ。よしよしよし、うわ、強っ。やばいやばいやばい。でもやばいな、あいつ。でもあいつやばくね、これ。ちょっと待って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 、君たち、嘘、君たち、ちょっと、え、何これ、君たち。君たちめちゃくちゃやってない、ちょっと。雷神派でとりあえず打点取って、どうする、これで頼む、うまいこと言ってくれ。おおおおお、キーファーありがとう。